こちらの8チャンネルの、レコーダー、ポータブルのレコーダーなんですけども、はい、入力キャノンで8チャンネルで、それぞれファンタムが別々にかけられるようになってます。で、録音のメディアは SD カードの方に録音するようになってまして、で、入力したものは2チャンネルのミックスダウンですることができて、それを録音することもできます。で、こちらの方のつまみでもできるんですけども、先日ちょっとあの友果電機さんの方で外部のフェーダーユニットというのを作っていただきまして、これはあのミディ USB ミディのコンバーター経由でミディでこちらの方でコントロールしていただくと、8チャンネルで入ってきたものをこれでミックスダウンして2トラックに落とす。でそれを外部に出すこともできますし、これ自体の SD カードに録音していただくこともできるというものです。で合わせて DAW ですね、このプロツールスとかそういったものにも USB のインターフェースとしてオーディオインターフェースを使っていただけますので、取り込んで SD カードに取りつつパソコンの方に取り込んでいただくというようなこともできるという機械です。で出力もこれあの8アウトキャノンで出てますので、ですからこちらに取り込みつつまた別のミキサーに入れて、例えば PA とかに返していただくといったような使い方もできるようです。あのフットスイッチにも対応してますので、例えば録音とか再生とかいうのをこれで押していただくと、そのまま再生がでストップとかっていう形で、ですから手を開けた状態で録音とかストップとかそういったものがどんどん、ね、まあこの早送りというか、あとプレイ、レック、ストップですね。で、巻き戻しで、プレイもモーメンタリーで一個でこうつけたり止まったりみたいな形とか、あのストップですね、プレイストップみたいな形で、あとはあのマーカーを録音してる時につけることが、あのマーカーに飛ばすことができるという形です。